皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は共感教育としての NVC 9回目、感情を表現しないことの代償というお話をいたします。引用参照文献はこちらになっております。 NVC 非暴力コミュニケーションの2つ目のプロセスは感情を表現するということになります。感情を見極め表現することの重要性、ここで表現するというのはですね、どちらかというとこの言語を介して説明するということに近いと思ってください。感情をうまく表現していかないと重い代償があるということについて述べています。本文の例からご説明したいのですが、ある大学生がですね、一緒に住んでいるルームメイトが大音響でステレオを鳴らすので眠れないと、こういった困った問題を持ち込みます。それに対して筆者のカウンセラーがですね、あなたはそれに対してどう感じるのですかという問いを出します。感情を尋ねているわけですね。それに対してこの大学生は、夜そんなに大きな音で音楽を鳴らすのは正しくないと思いますと。正しくないと思うというのは、実はこのカウンセラーから見るとですね、それ意見であって感情ではないので、もう一度感情を表現してくださいと言うとですね、大学生はそういうことをする人は人格に問題があると思いますと。ここでもですね、意見であって感情ではないのではないか、本当の感情は何ですかと再度聞くわけですね。それに対して大学生は、そのことに関しては一切どんな感情もありませんと、かなり怒った感情で話をしていると。ですから感情がないわけじゃなくて怒りの感情があるんですが、その表現がうまくできていないという例になっています。意見はですね、いくら言い換えても相手に自分の感情、気持ちをですね伝えていくことができません。意見に対してはですね、人は自分の正当性を言ってですね、防御したり反論したくなるわけです。例えば大きな音鳴らさないでくれと言われてもですね、自分としてはそんなに大きな音を出してないというふうに反論されてしまうわけですね。ですからここで伝えるべきは、あなたの感情は何かということなんですね。こう感じているとか、こうしてほしい、これを表現しないと相手に伝わっていかないということであります。〇〇のように感じるとか、〇〇のように思う、〇〇であると感じる、こういった表現は意見であって感情ではないと NVC では言っています。感情というのはイライラしているとか、辛いとか、苦しいとかですね、逆にポジティブなものだと嬉しいとか、こういったものが感情の表現ということになります。で、従来のコミュニケーションではですね、なかなかハートをオープンにして生の感情をですね相手に伝えるということではなくて、自分が思っている意見をですね論理的に相手にぶつけているケースが多いので、これではなかなか伝わっていきません。ここで働いているメンタルモデル、これは私の仮説ですが、なかなかこうハートオープンにですね生の感情を説明することができないのは、そういった表現をしてしまうと、弱みを見せてしまうとか、弱みを見せたら負けだとか、やられるとかですね、あるいは本心を知られるのは格好悪いとか恥であるとか、あるいは感情を表現するということは子どものすることであって大人してはいけないと、例えば泣いてはいけないというようなものなんですが、こういったですねメンタルモデルがどうも大人はあってですね、生の感情を表現することが苦手なのではないでしょうか。ここではまとめなのですが、 NVC の第2段階は感情ということについて取り扱います。で、感情と意見を取り違えると、相手はそれを自分の批判としてですね受け取ってしまい、防衛に出ます。感情を見極めてそれを伝えることをしないと、相手に伝えたい気持ちが伝わらないということになります。今回は、共感教育としての NVC 9回目、感情を表現したいしないことの代償ということでお話しいたしました。